こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代におすすめのコスパ最強春服6選というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕のチャンネルは結構いろんな世代の方に見ていただいてまして、30代の前半から40代、そして50代の方まで見ていただいてるんですけども、その中でも僕と同じですね、40代の方、結構多くの方に見ていただいてるんですね。まあ、これぐらいの世代だと、まだお子さんも小さいですし、いろんなことにお金がかかるので、ファッションに投資をしたいんだけども、そこまで大胆な投資はできないなという方少なくないかなと思います。もちろんファッションが趣味であればそこにですねある程度の予算を投下することもできるかなと思うんですが、他にもいろんな趣味がある中でも、まあ最低限の着こなしはしたいだとか、第三者から見て好印象の着こなしは抑えておきたいなという場合には、コストパフォーマンスの面で優れたお洋服というのは非常に役立つかなと思います。そこで今回の動画ではコストパフォーマンスの面で優れたですね春服を皆さんに6点ご紹介したいなと思っています。で、僕の動画の中で定義をするコスパ最強のブランドというところで言うと、 GU があって、ユニクロがあって、無印良品、そしてグローバルワーク公園ですね。このあたりまでがですねコストパフォーマンスの面でも非常に買いやすいかなと思うので、今回はこれらのブランドの中から厳選してですね6点を選んでいますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に40代におすすめしたいコスパ最強の春服をですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、1着目はですね、まずは春に欠かせないこちらのシャツですね。ご紹介したいのはグローバルワークのサラサマレギュラーカラーシャツですね。価格は4950円ということで、カラー展開が豊富なんですが、もうピンポイントでお伝えしますと、ブルーピンストライプ85番というところですね。これが個人的には一押しになってくるかなと思っています。まあ、襟付きのシャツというのは大人世代にとってはもう欠かせないような定番的な位置づけかなと思います。もともとビジネス的に使うことが多いシャツなんですが、まあ、だからこそ白とかを選んでしまうと結構ですねビジネスっぽい感じになってしまったりだとか、リラックス感が出なかったりするので、個人的にはちょっとこうブルー無地だとか、あとはストライプの入ってるような少しカジュアルめのものの方が使いやすいかなと思うんですが、こちらのカラーに関しましてはベースはブルーなんですね。それに対してストライプのラインが入ってくるんですが、ブルーの分量が多いので清涼感があって程よいアクセントも楽しめるということで、非常に良いバランスの柄になっているかなと思います。このようなシャツって他にもユニクロなんかでも取り扱いがあるんですが、グローバルワークの方が最初からサイズ感が少しだけゆとりがあるんですね。そのあたりにトレンド感というところが出しやすかったりしますし、あとは素材感もですねとろみのある質感のものを使っていまして、シワにもなりづらいんですね。このあたりも含めて大人っぽく上品に着やすいかなと思うので、1枚やると間違いないかなと思っています。まあ、コーディネートは非常に簡単で、上半身は T シャツの上にさらりと羽織るだけでいいですし、ボトムスに関してはこちらの写真のようにブラックだとかネイビーのアーバンスラックスとかで合わせておけば、もう大人っぽい着こなしがそれだけで完成してしまうので、非常に使いやすいシャツになってくるかなと思います。グローバルワークってユニクロよりは高いんだけども、セレクトショップのオリジナルに比べると結構買いやすいので、これぐらいが人との差別化もできて、なおかつちょうど買いやすいというところでは、まあ、かなりちょうどいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらのシャツチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目もですね、同じくグローバルワークから選出をしてみたいなと思ってるんですが、こちらですね、さらりと羽織れるサラサマドライカーディガン、価格は4510円ということで、カラー展開豊富なんですが、結構悩みどころですが、今回はですね、グレーの15番ですね、こちらをお勧めしたいなと思っています。まあ、このようなカーディガンっていうのも、ちょっと綺麗見えするような、大人にとっては欠かせないアイテムの一つかなと思うんですね。ただ、昔僕らが着ていたようなカーディガンっていうのは結構薄手でタイトに着ることが多かったかなと思うんですが、そうするとちょっと今っぽく見えないので、もし今選ぶのであれば、まずは厚みに関しては中肉厚ぐらいで少し厚みがあった方がいいと思います。そしてサイズ感も少しゆとりを持たせて、体のラインが張り付くようなピチピチではなくて、程よいゆとり感があった方が使いやすいかなと思うんですが、そのあたりをしっかりと落とし込んであるのがまさにこちらのカーディガンになってくるかなと思います。で、カーディガン特有のボタンがないんですね。
ね。なのでスッキリとした見た目になるので、このあたりは T シャツだとかバンドカラーシャツの上にさらりと着ればそれだけで様になるので、ジャケットよりはカジュアルなんだけども、ある程度綺麗めしてなおかつさらりと着やすいというところでは、このカーディガンは春になるとすごく便利かなと思います。でカラーに関してもカーディガンって言ったらブラックだとかネイビー、このあたりが定番なんですが、こちらのグレーはほとんどホワイトに近いようなライトグレーになっていまして、華やかな着こなしが簡単に作ることができるんですね。結構難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、白 T だとかプリント T シャツだとか、あとはボーダーのカットソーですね、その上に羽織るだけで簡単に様になるので、そんなにコーディネート難しくないんですね。こちらの写真を参考にしていただきたいんですが、内側にプリント T シャツを着て、そしてこちらのライトグレーのですねカーディガンを着て、ボトムスはまあネイビー系かな、そういったパンツを合わせています。これも多分アーバンスラックスとかそういった綺麗めのパンツかなと思うんですが、このような形で上半身明るめにして下半身でギュッと引き締めれば、それだけで着こなしが完成してしまうので、非常に使いやすいようなカーディガンになってくるかなと思います。ストレッチも効いていて、洗濯した後もすぐ乾きやすいというところまでしっかりと機能性もカバーしているので、こういった1枚持っておくと結構40代の大人世代すごく便利かなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、春にサクッと羽織れるようなライトなアウターをご紹介したいなと思ってるんですが、今回はですねこちらですね、先日もですねお店にお邪魔させていただきました公園の新しいレーベルとなるロネルクールマックストロピカル MA1 ですね。価格は8789円ということで、これはなかなか使いやすいのかなと思っています。まあ公園といえば結構カジュアルなお洋服のイメージが強いんですが、ちょっと大人っぽく上品な雰囲気のレーベルとして今回こちらのロネルというのが立ち上がったわけなんですが、こちらの MA1 に関しましても結構ですねミリタリーっぽいようなサイズ感、ちょっとゆったりめでゴテゴテとしたようなディティールっていうのはあえて用いらずに、なるべくデザインはミニマルな方向にして、サイズ感もあまり大きく振りすぎずに大人っぽく着れるような、そんな MA1 に仕上げてるのがまさにこちらの1枚かなと思うんですね。これだったら僕ら大人世代にも今っぽくですね MA1 を取り入れることができるかなと思うので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。カラー展開4色あるんですが、個人的には一番王道的なブラックですね、これが使いやすいんじゃないのかなと思っています。こちらの写真を見ていただくと、まさにこうセットアップのようにブラックで上下を組んでいて、そしてこの MA1 の内側には白 T を着ていて、足元はニューバランスのスニーカーで少しボリューム感を出してるんですが、このような潔いですねモノトーンのセットアップスタイルみたいな形で使うと非常に大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、これは使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思っています。非常にミニマルな MA1 に仕上がってるんですが、シワになりづらかったりだとか、洗濯機で洗濯ができたりだとか、吸水速乾性があったりするので、僕ら大人世代が外でガンガン遊んでですね汚れても結構ケアしやすいというところも含めて、かなり使いやすいような仕上がりになってるかなと思います。で糸にはクールマックスを使っているので、ちょっとこう体感温度というところも下げることができるので、春以降のライトアウターとしては非常に使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。今回はこの MA1 を取り上げましたが、このロネルというですねレーベル、かなり大人世代に似合うものが多そうなので、今後ですねお店の方でもぜひチェックをしたいなと思うんですが、まずはこちらの MA1、 ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目は同じく公園が展開するロネルから、こちらですねハイゲージクリアクルーネックニットですね。価格は5489円ということで、こちらをご紹介したいなと思っています。今時期になるとなかなかですねニットが新しくリリースされないんですね。今買えるものだと結構スウェットだとかロンティーというところが多くなってくるんですが、まあ僕ら大人世代としてはこのようなライトなニットというところも1枚は貼るように持っておくと便利なのかなと思います。その中でもこちらのですねクルーネックニットに関してはかなりハイゲージで目が細かいんですね。上品な表面感で光沢感も抑えてあってマットなんですね。このあたりもすごくバランスがいいですし、なんといってもこのライトグレーですね、この色が結構春にはすごく使いやすいんですね。なので僕も私物としてライトグレーのニットはいろんなものをバリエーション揃えてるんですが、こちらもすごく使い勝手が良さそうなですね
クルーネックニットに仕上がってるかなと思います。で、身幅に関しては少しですねゆとりがあって現代的なシルエットになっていますが、決して大きすぎないというところだけども、首元のフィット感ですね、ここが結構開きすぎてるニットって少なくないんですが、個人的にあんまり得意じゃないんですね。首元はある程度フィット感があった方がだらしなく見えないので、このあたりもしっかりと大人見えするような構成になってるんですね。先ほどご紹介した MA1 の内側に取り入れるのもすごくバランスがいいかなと思うので、これは1枚持っておくと便利なんじゃないのかなと思います。まあ、カジュアル使いはもちろんできるんですが、ネイビーのセットアップの内側に着るとですね、ビジネスカジュアルでも使うことができるので、1枚あると様々な使い方ができるかなと思うので、このライトグレーニットはかなり使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さん合わせてチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目は、先日発売となりましたユニクロ U の新作の中から選出をしてみたいなと思ってるんですが、こちらですね、ニット T シャツ、かっこ半袖、価格が3990円ということで、これも使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。先日ご紹介したのはですね、ニットポロシャツですね。こちらの方だったかなと思うんですが、ユニクロ U の数ある商品の中でも、40代以降の大人世代に似合いやすいものは、まさしくこのジャンルだと思ってまして、ニットを使ったポロシャツだとか、ニットを使った T シャツ、このあたりは表面感が上品なので、大人世代にも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ割とユニクロ U の中では結構定番的で、そこまでエッジが効いてないので、そこまで注目はされてないと思うんですが、通常のユニクロのラインにはないような上品で大人っぽいところがちゃんと表現されているので、これは結構大人世代向きのアイテムかなと思います。カラー展開が3色になってまして、結構どれもいいんですね。まあ、ブラックでシャープにまとめるのもいいと思いますし、あとはネイビーなんかを着てもらって、これをセットアップの内側に着てもらうとですね、通常のネイビーよりも結構明るめのネイビーなので、濃いめのネイビーのセットアップと合わせた時にうまくグラデーションでハマりがいいかなと思うので、これまた使いやすいかなと思います。ブラックのニット T シャツだったらデニムスラックスみたいなもので合わせていただいてもバランスがいいかなと思いますし、真夏はなかなか難しいかなと思うんですが、5月だとか7月だとか結構気温が上がるんだけども、まだ真夏ほどじゃない時なんかには結構使いやすいかなと思います。あとは先ほどもお伝えしましたが、重ね着のベースですね、ジャケットだとか、あとはアウターの内側にですね、さらりと着るときに、長袖のニットじゃちょっと暑いかなというときには、半袖のニット T シャツがすごく使いやすいかなと思うので、これは重宝するかなと思います。で、サイズ感に関してはユニクロ U なので、最初からちょっと緩めになっていますので、いつも皆さんが着ているサイズを選んでもらって、まず間違いがないかなと思います。あえてワンサイズとか上げなくてもよくて、そうした方が重ね着のベースとしても使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、気に入った色、1色、もしくは2色ですね、ゲットしていただければなと思っています。はい、続いてラスト6点目はですね、グローバルワークのボトムスですね。もう定番なんですが、アーバンデニムエアーですね。こちらはやっぱり使いやすいかなと思います。まあ、世代的にも40代ですとかそれ以上になってくると、まあ、デニムって胸厚アイテムで、やっぱり1本あると便利かなと思うんですね。ただ従来のですね、ブルーデニムだとちょっとこう古い感じもしてしまうので、そこをですね、センタープレスが効いていて、スラックス調のこのようなデニムスラックスに変えてあげるだけでかなり大人見えするんですね。こちらのアーバンデニムエアーですね、5940円ということで、ぜひ皆さんにもご紹介できればなと思っています。僕のチャンネルの中でも何度もご紹介してきてるアイテムなんですが、まあ、少しずつですねアップデートされていまして、夏にもですね気軽に履けるようなですね軽めの生地感になっているので、使い勝手もすごく向上してるかなと思います。で、デニムスラックスの良さっていうのは色のクリーンさなんですよね。通常のデニムだと色落ちしていてちょっとムラっぽくなってる感じが表現されていて、それはそれで男心はくすぐられるのですが、やっぱりある程度綺麗めに見せるのであれば、このような色落ち感がないものの方がはるかに使いやすいかなと思うんですね。まあ、今回はデニムの88番と濃色のデニムの89番という2色あるんですが、まあ、個人的には濃いめのデニムだと結構ブラックっぽく見えて、これまたかっこいいんですが、ちょっとデニム感っていうところがそんなに強くならないので、デニムの88番ですね、こちらくらいでちょうどいい
いいんじゃないのかなと思っています。シルエットに関してはやぼったさの出ないような非常に綺麗なですねシルエットが出ていまして、このあたりも大人見えするポイントかなと思います。で、一つだけですねすごくありがたい点がありまして、いわゆるですねインディゴブルーのデニムというのは洗濯をすると色はどんどん抜けてしまうんですが、こちらに関してはインディゴ染料を使っていないので色落ちがしづらいんですよね。そのあたりもガンガン洗濯できるという点では非常にありがたいかなと思っています。で、合わせ方は簡単で、まず靴に関しては白レザースニーカーみたいな清涼感のあるものとか、あとはブラックレザースニーカーとか、あとは黒のローファーとかでも合わせることができます。ただニューバランスのようなちょっとポッテリ系のスニーカーとこのような細身のシルエットのボトムスって意外と相性良くないので、個人的にはちょっと綺麗な感じの靴の方が合わせやすいかなと思います。で、上半身なんですが、一番最初にご紹介したストライプ系のシャツともめちゃくちゃ相性がいいですし、あとは MA1 のボトムスとしてもすごく相性がいいかなと思います。またブラックの半袖のニットだとか、さらにはライトグレーのニットなんかにも合うので、今回ご紹介した全てのトップスとかアウターに対してこちらのアーバンデニムエアがバチッとハマるので、その点で言っても非常に使いやすいアイテムになってくるかなと思います。まあ、僕の動画の中ではブラック系のパンツをおすすめすることが多いんですが、まあ、すでに持ってる方も多いかなと思うんですね。そこでちょっとカジュアルさを出したいんだけども、でもカジュアルすぎないというところの選択肢としてはアーバンデニムエアはすごく使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも改めてチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代におすすめしたいコスパ最強春服6000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関しても定番的でベーシックなところを軸足としながら、その中にもほんのりとトレンド感も含まれているので、ちゃんと今着てもですね古臭くなることが全くないので、ぜひ40代以降の大人世代の皆さんにもですねチェックをしていただきたいなと思っています。そして毎度そうなんですが、今回ご紹介した6点で、まあ、全身がコーディネートできるようにそれぞれアイテムを選んでいますので、ある程度頭を使わずにコーディネートまで完成させたい方は、ぜひ今回ご紹介したアイテム改めてオンラインですとか店頭でチェックをしていただければなと思っています。まあ、今は本当に便利な時代で、昔であればある程度素敵な着こなしをしたければそれなりに予算を出さなければ選択肢がなかったんですが、今では価格帯を抑えたこのようなブランドの中でも結構高見えするものがたくさんあるんですね。だからといって、まあ、今回ご紹介したショップに行けばどれもこれも素敵なものというわけではないんですね。ある程度厳選して選ばないと大人っぽい着こなしができないかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね今回の動画参考にしながらお店でいろんなものを試着をしながらですね買い物を楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱うことのないですねセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕がリアルに買ったものとかを毎日配信をしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。